レッスンに参加しまして、立ち入る前は姿勢とか声を出すときにですね、下腹に丹田に意識して力を入れるとか、それが、ね、やっぱりなかなかできずに、今もちょっとそれで声の響きとか、それが少し足りないのかなっていうところも感じております。で、声分析、これ初めての体験だったので、これすごく興味があって、これの結果っていうのをまた今後に生かしていければっていうふうに思っています。で、やはり仕事というよりも、そのいろんなこう会合とかセミナーとかに参加して、その後の交流会の時に姿勢ですとか話の仕方とか、そういったことをうまく活かして、それがうまくビジネスにつながればなっていうふうに思っています。どんな方に紹介したいかということですけども、もったいないんで紹介したくないなっていうようなことも思いつつ、やはりそういった仲間に紹介していきたいなっていうふうに思います。以上です。ありがとうございます。